ございます。よいしょ。おはようございます。まぶしい。よっ、晴れ女。イエーイ、晴れ女。もう今日はどうなるかと思いましたからね。もうずっと雨、ここ1週間なのに、この日だけ晴れました。危なかった、撮影できなくなるところだったんで、めちゃめちゃ嬉しいです。石原かおりさんです。はい、よろしくお願いします。石原かおりです。はい、よろしくお願いします。監督、荒船さんです。お願いします。よろしくお願いします。ファーストぶり、久しぶりです。何喋ろう。ちょっと久々の荒船さんと一緒に MV できてすごく嬉しいです。ちょっと私も慣れないこととか、ちょっとすいません、目開いてなくて一番もし ありますけれども、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。行きます、よーい、スタート。はい、カット。いい絵だ。顔映ってないです。サングラスかける。すごい、急にアメリカンセレブやん。また行きます、よーい、スタート。一発だった。アメリカン香り、オッケー。イエーイ。はい、テンション上行くよ。みんな、上行くよ。はい、テンション。はい、レッツゴー。レッツゴー。ゴー。すごい。おー。で、着替えてきました。ゆ、なんて言ったんだろう、自分。着替えてまいりました。お願いします。はい、カット。OK です。めちゃちょっとタイピング全然できなかった。タイピング。ランフィーランフィーランチワがランフィーワはい、ここまでね。パーフェクトだ。いい、あ、戻ってきた。ただいまーす。4ならはこれは結んでるの。これは結んでるの。そう、はい、なんで4なら取ってで、2、5と5は同じ同サイズになって。そう、今回はどんな作品を描いてるんですか、先生。今回は1匹の犬と1羽のウサギが出会って仲良くなる話です。どこで会うんですか。コンビニです。はい、カットです。倒れちゃったんです。倒されちゃったんです。これから引っ張り上げられるの。僕のワラップテンションのままよしってこうグッといっちゃう感じで、はい、はい、うん、オッケーです。はい、カット、オッケー、バッチリ、最高。完璧。ありがとうございました。はい、じゃあこれで、はい。じゃあ撮影終了になります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
で、ウソ的クロニクルのミュージックビデオの撮影終わりました。今回はこういった作家さんのシーンだったり、あとはお外でダイナミックに踊ってみたりと、さまざまなシーンで撮ってみました。またいつもと違う感じですごく面白かったですし、ちょっとね、個人的には久々の荒船監督とご一緒できてとっても楽しかったです。かなり爽やかなミュージックビデオになっていますので、ぜひ皆さんたくさん見てみてください。ではまた会いましょう。バイバーイ。